どうもこんにちは、レック東京リーガルマインドの植木と申します。いきなりこんな鉢巻きをしているんで聞かないでくださいね。今日はですね、このゴールデンウィークはレックへ行こうということで、4月29日から5月8日までのゴールデンウィーク期間、レックにご来校いただいて特定の講座を申し込んでいただいた方にはですね、このレック鉢巻きとそしてこの鏡をプレゼントなんていう企画を考えました。いきなりこんな鉢巻きもらってもと引いてる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと使い方を説明したいと思います。こちらの方のこの鏡なんですけども、勉強机に置いていただいて、このような形で鉢巻きをひっそりとしていただいて、それで鏡に映った自分を見ながら勉強していただくということになります。もう知ってる方は知ってるかもしれませんが、勉強ってかなり孤独で寂しくて苦しいものです。この苦しい時に、あともう少し勉強しなきゃ、あともう少し勉強しなきゃと思いつつもなかなかできない、そんな時にあと一押しするアイテムになればと思って、今回こういう企画で作りました。もうすでにですね、いろんな本校でのツイッターの中ではちょっと騒がれております。なのでぜひ皆様もこれに便乗し、うまく使って勉強のあともう少しを手伝える、そんなアイテムとなればと思っております。よろしくお願いいたします。